コマ氏の日記は、オクターブ・ミルボーの小説、1900年間。この小説の書行は、1891年10月20日から1892年4月26日に、かけ、エコード・パリに連載。ミルボーは、当時、深刻な精神的な結婚生活上の危機に直面し、無力感にさいなまれ、一般的な小説形式、ことに、 自分の連載小説に嫌気がさしたと述べている。したがって自作を本にしたのは物語をドレフィウス事件の時期に設定し完全な改作を行った9年後の1900年7月であった。このドレフィウス事件で彼はかつてないほど人間嫌いに陥った。セレスチーヌの日記はまず解体と非神話化の見事なクワ立てである。ミルボーはそこである次女に語らせているが、 これは本質的にすでに体制破壊的である。彼女は鍵穴から世界を見、自分の主人たちの精神的危険を少しも見逃さない。ミルボーは私たちを負傷たちの店の奥や上流社会の舞台裏の社会から隠された現実の中核に入り込ませ、その覗き屋とかせしめる。彼は権力者たちの対面というマスクを剥ぎ取り、 彼らの汚れた下着をあさり、気取りと傲慢なしかめ面の影に隠された悪事の数々を借り出す。そして徐々に我々をセレスチーヌの懲らしめの罪状報告に共感させる。不良がどんなに浅ましいとしても決して上流人士ほどではない。要するに彼は詰まるところ偽善のビキニショーツに過ぎない羞恥心に何ら苦慮することなく剥き出しにされた。 人間心情の内幕とその地弓の奥底を我々に暴露する。くして彼は1877年に自ら定めた目標、社会をしてメリューサに向き合わせ、自らを剣をさせるという目標を実現する。この小説は従って、社会という地獄への、いわば軍育的な探検として構想されている。この地獄においては、強者の掟き手が支配する。勝ち誇る。 社会的ダーウィニズムは結局ジャングルの起ての永続に過ぎず、ほとんどそれに劣らず野蛮で、しかもはるかに偽善的である。不荷の鉄のかかとは、ジャック・ロンドンが述べているように、思うまま不益を貸し得る被作主社の無定型集団を。この集団については、受け取るべき給金をもらっていないというので、セレスチーヌ・ガケイ氏に訴え出ると、彼はこう言明する、無政府化の危険を犯さないよう。 激しい非難の声も上げず、黙って血を吸われる以外の権利は彼らにはないのだ、と。ダーウィン主義者の主張するような勇者どころか、捕食者たちは感受性、美的感動、同義心、精神生活の欠落、そして批判的精神の欠落によって、否定的にしか定義されない。フロベールそしてボードレールに続き、ミルボーはブルジョアを精神的醜悪、 私的定族そして情愛と官能の後輩の権ンとした。ランレール家の人々は滑稽な苗字だがいけるプロトタイプである。ブルジョア社会の最もどしがたい卑劣さの一つは奴隷制度の現代的な形態であるメシス制度である。奴隷制度はもう存在しないと言われる。ああ、それは真っ赤な嘘だ。それにメシスが奴隷でないなら一体何だろう 道義的卑劣、余儀なき腐敗、像を生む犯行について、奴隷制度の伴う一切を有するのだから、事実上の奴隷だ。そして現代の奴隷の密売人は、破廉恥ながら合法的な、口利き屋という圧線書であり、それらは、いわゆる、事前的、あるいは、博愛的団体に引き継がれ、神の名で、あるいは近しい者への愛を盾に、新たな奴隷の汗と血によってとがめも受けずに声太る。 従って、ミルボーは敷いたげられた者たちが、悲惨な状況を自覚する手助けをすると同時に、向上的なこの地軸を終わらせるために、犠牲者が介入せざるを得なくなるような騒ぎを、世論に弱気しようとする。規則のもとでの乱用を、そして美しい見場の下に、意外な社会的悲惨を、我々が発見せざるを得ないようにしながら、この世の貧しき者と苦しめる、者たちに深い憐れみを表明する。 ゾラが彼にしたためているように、彼はそれらの人々に自らの心を与えた。非人間的な社会秩序に対するこの嫌悪と反抗は永続する実存的王都感に根付いている。そして支配層の道徳的腐敗は世界的な腐敗を反映し、そこからあらゆる生命が芽生える。マ氏の日記からは肉の腐敗と魂の大敗のたまらぬ匂いが発散し、 それがこの作品を死の雰囲気の下に置いているとセルジュデュレは書いている。エントロピーの法則が肉体を支配しているから、そして魂も。ここでは人間の服する条件のもたらす悲劇は日常性の言及されるあらゆる刹那に、その日常性が有する空虚で、卑俗で、しかも下劣な一切のうちに湧き出る。セレスチーヌが苦しむ、倦怠は、 アンドレコンとマイナススポンビルが指摘するように虚無の体験である。サルトルよりも遥か前、ミルボーは私たちに真の実存的王吐を引き起こそうと努めたのだ。しかしながら作品の雰囲気がどれほど息苦しくかつ病的なものであり、いやおうなく腐敗と虚無に運命づけられた人類の展望がどれほど絶望的なものであっても、今一度、 拷問としてのエクリチュールは甘美なセラピーに変貌する。世界弁償法の新たな例オートの原因が元気を与え喜びに満ちたものと化す。我々の欠陥を並べ立てると楽しみの渦が広がる。絶望の底から馬鹿げた生活をしのぎやすくする改善の意思が明確に現れる。ートは上昇と社会参加に不可欠の第一段階に過ぎない。そして、 ミルボーは、ボードレールのように、よそに、性労差を、さらには、精神的快感を求めるように、泥の中に、フランシュタイの中に、正気の中に、我々の首を突っ込ませるだけなのだ。なお、ルイス・ブニュエル監督の映画、コマシの日記に関して、雑誌、アートシアターが、その第40号で特集を組んでいる。その内容は、シナリオ、小木正宏、渡辺和民、林玉木、 松本敏夫、長井淳、戸張友などが掲載されている。ありがとうございます。